はい、こんばんは。 B フローのマリコです。今日は寝たままできる骨盤調整ヨガを行っていきます。骨盤のバランスを整えることで姿勢が良くなり、腰痛改善や足の疲れやむくみの解消に役立ちます。ぜひ一緒に行って一日の疲れを癒していきましょう。はい、それでは早速一緒に始めていきましょう。仰向けになっていきます。はい、では仰向けになったら一度ひと伸びしていきましょう。両足を揃えて両手を上に、ぐーっと気持ちよく伸びていきます。腕と足を引っ張りっこするように気持ちよく伸びたら、腕は上に持ち上げたまま吐いてリラックスして肘緩めましょう。肩の横に肘90度ぐらいでセットしていきます。片方ずつお膝を立てて、足の幅腰幅よりもやや広めに広げていきましょう。そのまま両膝左右にパターンパターンと倒して、さあ股関節から動かして、股関節周りやねじることで腰周りもリラックスしていきます。ご自身のペースで大丈夫です。お腹周りもね、リラックスして、足の付け根からの動きを感じます。では、切りのいいところで両膝を右側へとパターンと倒していきましょう。左の股関節の真下に左の膝があります。さあ、そのまま左の太もも外側のストレッチをしていきましょう。左の肩甲骨が浮かないように気をつけてください。大丈夫な方は右の足を左の太ももを上に添えて、さらに重しをかけながら左側ももの外側の張りを解消していきます。さあ、だんだんね、腰が反れやすくなってくるので反れすぎに気をつけながら、もう一度息を吸ってゆっくり息を吐きます。はい、では左のお膝をまっすぐ立てていきましょう。右の足を上に乗せておきます。さあ、そのまま左の太ももを両手でキャッチしていきましょう。四の字のストレッチです。右のお膝はずっと横に向けたまま、さあ息を吐いて、ふう、左のお膝を胸の方にゆっくり近づけると、じわじわと右側のお尻の伸びが感じられるかと思います。さあ、ここでゆっくりお尻の筋肉のストレッチをしていきましょう。心地よければ少し左右にゆらゆらと揺らしながら、こわばりも解いていきます。もう少し伸びを深めたい方は、上の足でこう外側からね、カポッと肘で抱え込むようにして、上の足を引き寄せても構いません。ご自身の、ね、柔軟性に合わせながら適したポーズを選んでいきましょう。はい、ではね、そのまま左のお膝をまっすぐ下ろしていきます。そう、立てててもどっちでもいいです。で、右の足をまっすぐ真上に向かって伸ばしていきましょう。さあ、両手触れるところでいいので、右の足を後ろ側から抱え、さあ息を吐きながら、ふーっと自分の方へと引き寄せていきます。さあ、右足のももの裏側、ハムストリングスのストレッチです。ちょっとね、きついなって感じる方は軽くお膝を曲げていいです。太ももの裏側をキャッチしても構いません。さあ、足の疲れやむくみを解消していきましょう。さあ、そのまま上の足首もくるくるくるっと回していきます。足首も柔らかくほぐしていきましょう。反対回しも行っていきます。はい、でしょう。では足を取り替えます。一度両足を下ろして、もう一度足を腰幅程度、あ、腰幅よりね、やや広めに広げていきましょう。両膝パターンパターンと左右に何回か倒して、股関節周りリラックスしていきます。では、切りのいいところで両膝を今度左側にパターンと傾けます。
右の股関節の真下に右膝90度ぐらいでセットしていきましょう。手のつく位置はね、下でも上でもどちらでも大丈夫です。さあ今度は右足のももの外側、大腿筋膜張筋のストレッチです。さあ右のね、肩肩甲骨浮かないように気をつけていきましょう。まあ、少しね深めたい方、左の足を右の太もも上に乗せていきます。そのまま足の重さでさらに股関節のね前側もストレッチされていきます。特にね O 脚の方はこのももの外側が張っていやすいです。しっかりね伸ばしてあげましょう。ではもう一度息を大きく吸って、ゆっくり息を吐きます。はい、ではね、左の足乗せてる方は乗せたままでいいので、右の膝をまっすぐ立てていきましょう。そのまま右の太ももを両手でキャッチして抱えていきます。さあ息を吐いて、ふーっと右の膝は胸に近い寄せつつ、さあ左のねお尻の筋肉がじんわり伸びていきます。少し揺らしたければ揺らしても構いません。もう少し伸びをね深めたい方は、上の足を外側からキャッチして、上のねすねと胸と平行になるような感じで引き寄せていきましょう。さあ特にこのお尻の筋肉はね、股関節の動きをね妨げる原因となってしまいます。しっかりほぐすことで股関節周りも動かしやすい状態へと導いていきます。はい、ではねゆっくりと右のお膝足裏をね下ろして、左の足を天井方向にまっすぐ伸ばしていきましょう。そのまま左の足裏、ハムストリングスのストレッチです。さあ心地よく足裏の伸びが感じられる程度に足を引き寄せていきましょう。きつい方は軽くお膝を曲げても構いません。さあそのまま足首をくるくると回していきます。さあこのね全身は筋膜でつながっているので、こういった足首の硬さも股関節のね硬さの原因になったりします。反対回しも行っていきましょう。そう、特にね足首が硬いと膝関節のね動きが悪くなったり、そういった膝関節の、ね、痛みの原因にもなってきてしまいますね。はい、でしょう。ではねゆっくり左足も下ろしたら、両膝をそのままパターンと画面の方に向けて横たわっていきます。で下の手でこんな風に頭を支えていきましょう。で両膝は骨盤のねまっすぐ前に膝をまず重ねていきます。はい、では上の足を上の手でキャッチしながら、ゆっくりねこの太ももの前側の伸びを感じます。で膝がこう浮き上がったり腰が反れすぎないように気をつけながら、ゆっくり後ろに引いて、で太もものね前側をターゲットにストレッチかけていきましょう。そう、ちょっとこれもね腰が反れすぎになってしまいますので、軽くお腹に力を入れて腰が反れすぎないように気をつけてください。はい、でしょ。ではそのままね膝を立てていきます。で尾骨の延長上につま先ちょんと下ろしておきます。でおへそがねこう開きやすくなるので、おへそはまっすぐ進行方向に向けたまま、上の膝を脇の方にぐーっと引き寄せられるところまで引き寄せていきます。はい、でそのままね膝前からぐるーっと円を描くようにして、股関節をスムーズに動かしていきましょう。できる可動域で大丈夫です。
そう、おへそがね、ずっとまっすぐ前の方向けててくださいね。骨盤周りをしっかり安定させたまま股関節を動かしていきます。さあ、股関節のね、可動域をゆっくりと広げやすくしていきましょう。はい、でしょ。では今度ね、反対側向いていきます。ちょっと画面がね、見えなくなると思うんですが、体の向きを今と反対側にして横たわっていきましょう。下の手でよいしょ、頭を支えて両膝は前に90度折り曲げます。はい、体勢が取れたら上の足を上の手でキャッチしていきましょう。ゆっくりに上の膝をぐっと後ろに引きつつ、太ももの前側へと伸び感じていきます。さあ、腰が反れすぎないように気をつけながら、ももの前側をターゲットにストレッチしていきます。さあ、特にね、反り腰姿勢の方、ここの太もものね、前側かなり硬くなっていやすいです。しっかりとここストレッチすることで骨盤もね、整えられやすくなってきます。でしょ。では上の手はね、体の前についていいので、上のお膝を天井方向に向けていきます。さあ、そのままぐーっと上のお膝を脇の方に近づけていきましょう。そのまま膝を前からぐるーっと回していきます。ご自身のペースでいいので、足の付け根をしっかり動かして股関節の詰まりを解消していきます。この股関節はね、球関節といって丸い関節がついているので、本来ならこう前後左右いろいろな方向にね、動かせる関節ですが、座りっぱなしが多いとね、この股関節の動きが決まってきてしまって、こういろんな方向にね、動かしにくくなってきてしまいます。そういった方はね、しっかり股関節を全体的に動かしてほぐしてくださいね。はい、でしょうか。さあ、股関節を動かしてるとね、だんだん血流もね、良くなって、体がポカポカ温まりやすくなってきます。はい、では最後仰向けになっていきましょう。はい、では最後はね、足の裏をくっつけて両膝パターンと外側倒して仰向けの合席です。両手をお腹の上でもいいし、そのままね、斜め下に下ろしてもらってもいいです。一番くつろげるポジションを選んでいきましょう。足の付け根を解放して股関節を広げていきます。骨盤内のね、めくりも良くさせていきましょう。お腹もリラックスして、目を閉じて大丈夫です。息を吸って内側から体を広げるように、ゆっくりと息を吐きます。さあ、ご自身の呼吸で新鮮な酸素をたっぷりと骨盤に送り届け、そしてゆっくりと息を吐きながら古いものを外へと吐き出すイメージで循環を良くさせていきます。ラスト一呼吸吸って、ゆっくりと息を吐きましょう。はい、では足を揃えてまっすぐ伸ばしていきます。さあ、最後にもう一度一伸びして終わっていきましょう。息を吸って両手上、足もぐーっと下に引っ張って、吐いてリラックス、腕を下ろして終わりにします。今日も一日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。この動画良かったよという方はいいねボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。